はい、今日は久しぶりに僕の部屋紹介を紹介したいと思います。では早速行きましょう。ということで、ここら辺は最近買った CD とかですね。はい、で次はこれは 4K カメラのルミックスの一眼です。で、ここに26インチのテレビがあります。で、ここにパソコンがあるので Windows 7のパソコンがあるのでこれ用のモニターにしてます。はい、で次、このケーブルはこのデジタル機器全部のケーブルです。抜き差しして使ってます。コンセントの容量が足りないので。はい、ってことで、でここは Wii U ですね。で、これはプレステ3で、これがプレステ4で、こちらが Xbox One ですね。はい、で、こっちがこれがアイビスミニで、ここにあるのがフロントスピーカーですね。1本だけのスピーカーで、その箱がこれなんですよ。これがちょうどいい机になるので机にしてます。で、ここに椅子があるのでちょうどいい高さに、ね、で作業ができます。で、ここにあるのがこのスピーカーのサブウーファーですね。ワイヤレスで飛ばすウーファーです。はい、ってことで、これが40インチの 3D テレビですね。ここにパソコンがあるので、自作パソコンがあるのでこれのモニターにしてます。で、ここに 3D プロジェクターがありますね。で、こっちにここの壁に映して、スクリーンはここにあるので80インチのここに映して映画見てます。で、ここはプリンターですね。はい、で、これがCX、ソニーの CX720V のビデオカメラです。で、これがヘッドホンで、これが最新の iPhone6 プラス 128GB です。で、あとここ。これが Apple TV ですね。で、これがゲーム録画用のゲームキャプチャーですね。全部の機器が録画できるようになってます。はい、ってことで、最後に僕が一番くじで当たったパズドラの卵でございます。ご視聴ありがとうございました。